こんにちは。いつも同じ景色で申し訳ありません。シャワー浴びるとですね、浴びてる間も浴びた後も寒いんで、昨日風呂に入ったんですよ。前湯船中ドボッと行ったらつるんとひっくり返った話をしましたけど、昨日ですね、あることを思いついてですよ、ハリウッドの女優が映画の中で落花生の殻を半分に切ったようなやつ、バスタブに入って足を出して足をこう洗いよる風景があるじゃないですか。あ、それだなと思ってですね、あなた人も湯船使って足を出してですよ、足を風呂の中で洗ったんですよ。まあ足はいいんですけど、あとは後のとこは立ってかいですよ。洗ったんですけど、あ、立ったちゅうても規律の立ったでですよ、そっちの方じゃなくてね、しぼんだやつより立った方が綺麗になりそうですけど、まあ湯船立って洗って、あ、頭も湯船の中で洗ってですね、まあ、最後は外に出てシャワーで体の泡を落としてですね、そこもシャワーで洗いました。これどうですか、これ体は綺麗になる、風呂は綺麗になる、いいっす。